ちゃ。こんにちは。さゆたかさん、はい、秋といえばキャンプ。そうですね、秋の練習、食欲の秋、紅葉の秋、はい、読書の秋、読書の秋ね、まあ、どれもね、はい、一般の方たちだと、あ、すごく秋って季節いいな、のんびりと過ごせる秋ですが、そうだな、はい、野球選手にとっては秋はどんな秋ですか？地獄まあ地獄だよやはりこれね、春のキャンプと秋のキャンプの何が違うかというと、はい、春はシーズンに向けての調整じゃない、はい、で秋はその反省と、やっぱり翌年に向けての課題克服というかね、はい、まあそういうことで、まあ、きついよね。やっぱりきついんですね。なんできつくしちゃうのかなと思うぐらいきついよ春よりも。まあ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 ね、体を一回こう作り直すというかさ、はい、まあそういうこともあるし、はい、で各球団各チームによっても、はい、やり方だったり課題って変わってくるもの。まあそれは全然違うよね。例えば、はい、今巨人、まあ、はい、デーブ大久保さんが新しく入られて、はい、その振るということに特化して結構選手の皆さんやってますけれども、うん、この巨人のキャンプっていうのはどういうふうに豊さん見てます？まあ、今年あまり打てなかったよね、はい、打てなかったのと、やっぱこう足、うん、走塁という面ではちょっと劣ったよね、うん、まあ、例えばダイヤモンドを駆け抜けるスピードがなかったというか、うん、だからまあこれは使う選手によってこう変わるんだろうけども、でもその意識というものがやっぱ少し欠けてたかなっていうような感じがする、はい、で、まあ、例えば元木コーチが回してホームで刺されるケースっていうのはものすごく多かったよね、はい、で、なんていうんだろうな、その一歩違えばホームインできてたものが一歩遅れるためにアウトになるというようなことも言えるし、はい、その持続力というか、そういうことも、まあ、例えば 100m 走るのに走り切ればいいけども、はい、95m ぐらいでちょっと抜いちゃうとか、はい、そういうことなんだよ。でその 5m ぐらいでアウトになっちゃうとか、はい、でこのスタートも遅れてるというか、うん、だからそこら辺のきっちりした走力、うん、遅くてもいいんだよ、はい、で走力をつけさすというかね、うん、で振ることもすごく大事だし、はい、だからあとはエラーはい、が多かったから、もう一度基本に立ち返ってボールの取り方だとか、うん、そういうことを見つめ直すというかね、うん、で技術のある選手っていうのはたくさんいて、はい、だけどもそれが試合で出せなかったというのはどういうことなのかっていうことも含めて、はい、やっぱこう秋では取り入れていかなきゃいけないよね、うん、まずその走力の部分でいうとどういう練習になるんですか？やっぱり一歩目のスタートだよね。キレ、体のキレ。だ例えば毎日多分体重計には乗ってると思うんだけど、はい、乗るんだよね野球選手って、でその体重がどのぐらいが一番ベストなのかっていうのも本人は分かってるけど、はい、それは本人の尺度でしかないんだよね、はい、でも本当にこの選手のキレを出すためには、うん、あと2キロ減とか、はい、まあ、逆に言えば2キロアップとか、うん、そういうのはあると思うんだよ、はい、だからそこまで綿密にちょっとやってほしいなと思うよね、うん、まあ、コーチ陣だったりそういうまあ、体的なケアをしているトレーナーたちがそういうのを徹底的に、まあまあそうだね、だからその体重が増えると、まあ、単純に言えば動作が鈍くなる、でキレが出てこない、そのために起きたエラーなのかとか、うん、そのために起きたホームでのアウトなのか、だからまあそういうところまでちょっとやってほしいなというふうには思うけどね。で振る力っていうのはもともとあるけども、はい、確率が悪いんだよね、はい、だからそのデブが一生懸命振らす、これも一つプラスなんだよ、うん、だけどこう確率をこれからは上げていかなきゃいけないというね、まあ、そういうテーマも残されているということ、まあ、それと最大は坂本のコンバート、はい、坂本が来年もショートで行ける体を作り直すのか、それともやっぱりもうコンバートした方が長持ちするのか、まあ、そういったこともやっぱり秋のキャンプではやらなきゃいけないだろうね。その見極めは秋のキャンプどういうところを見てジャッジしていくんですか？例えば坂本選手の、まあ、秋のキャンプを見てというよりシーズン中のパフォーマンスをずっと見てるわけじゃない、はい、体を作り直したら来年1年持つっていうふうに考えるとやっぱ体作りだよね。坂本はもうバッティングの技術だとか、うん、振る力だとか守備力だとか、これは体を作り直したら多分大丈夫なんだよ、
俺はねそう見てるんだけども、うん、でも体を作り直してもやっぱもうショートとしてはきついと思えばさ、はい、やっぱどっかのポジションを探さなきゃいけないし、はい、だからそういうことも秋の中で準備はしとかなきゃいけないよね。もうそろそろ来ることだから。そうですよね。来年1年は持つなっていうふうに判断したら、うん、やっぱ体を作らせて来年使うけどもうショートではね、うん、だけどいや再来年はもう難しいぞってなってくるとやっぱポジションもある程度そっちの意識をさしておいた方がいいのかなっていうふうには思うけどね俺は。ということは周期キャンプだって周期練習でショート以外のところもちょっとこう守ってみるとか試しにとか、まあ、守ったり遊んだりはしてるよ、はい、うん、で外野のノックして遠投したりだとか、うん、いろんなことはしてると思うけども、はい、そういった中からね、まあ、来年のことを決定していくという、まあ、そういう方がいいだろうね。そうですよね、だから今言ったことを全部やるって山積みなようだけども、はい、意外と簡単なことだよ。うん、だから走力でもタイムを測ったりだとか、はい、いろいろしながらタイムを少しずつでもちょっとずつでも上げていくとかさ。豊さんがじゃあやってた時ってそのダッシュだけじゃなくてそのダイヤモンド一周回る時のその全力でっていうのもタイムも測ったりとかするの、うん、測ったりはしたけど俺らの時は質より量だから、はい、うん、もうね科学的なことっていうのは一切なかった。とにかくねヘトヘトになってもう選手がバターッと倒れるのをコーチが喜んでてそのあやってるっていうようななんかコーチたちの自己満足なのかなっていうようなこともあったし、でもそれが今となっては俺らの自信になったしね、はい、そこのキャンプを耐えきれたという。でもそれはいいことなのか悪いことなのかまあ分からないけども、はい、俺らの時代はそういう時代だったからそれが良しとされたんだよね、はい、でも今はそうではなくてタイムを取ったりだとか体重計乗らしてお前のベスト体重はこれだ、だから今度のキャンプに入るまでにこのベスト体重で来いとかね、はい、そういうようなことをやっぱりやった方がいいと思う。うん、科学的なことですね。科学的なことをね、うん、はい、あとなんか小林選手も、はいはい、頑張ってるみたいなんですけれども。いや小林は頑張るでしょ、はい、うん、小林は頑張る来年率が上がったりとかホームランが1本出たりとか。ホームランは打てる力あるよ。お前なんか小林バカにしてるな。してないお前違う違う、他が打てば小林はレギュラーだから他が打たないから打てるキャッチャーを大城を使ってる。そうですね、そう他が打ってあれしたらやっぱキャッチャーとしての能力は小林はすごい長けてる。そうですよね。で1本打ったんですよね。打つよそれはバット持ってんだからデイブさんの教えたら打ったと思って。いやだから周りがねあまりにも言いすぎるんだよ打てない打てないとか、はい、ね、だからそうなってくるんだよ。人にさ、うん、お前はブスだなブスだなって言われたらどうだろう。どんどんブスになってきます、ね、いやどんどんというかこうしょげてくるでしょ、はい、花でも生きてるって言われてて、うん、わあ花綺麗だねこの花ほんと綺麗だねって言ったらいつまでも咲き誇るという、はい、やっぱり小林はあまりにも言い過ぎだから何言ってんだ小林だって打てるから打てますお前プロに入ってきてんだぞそうですよね。なんかのボタンの掛け違いをしてるだけの話だよですね、そうだよそうですよね。バカにしちゃダメだよ小林お前、まあ、我々はね小林選手を応援してる動画でも、ね、お前応援してるように見えないんだよいや実はツイッターでも小林選手がやっぱ打ったり塁に出ると嬉しくてつぶやいてはいるので、まあまあそうです、はい、来年もこの数が増えていくといいなと思います、はい、あと豊さんといえばやはり DeNA なので、はい、DeNA の秋季キャンプっていうのはどういうところを重点的にやっていくといいとかってありますか。あのねまず目につくのは走塁だったんだよ、はい、ただねここら辺は石井拓郎がやっぱりうるさく言ってるのかわかんないけど、うん、先の塁を少しずつ狙えるようになってきてるね、うん、だからそういう意味ではそれは継続しながら、はい、ただ今年やっぱりね1、2番、うん、1、2番が安定的に使えるようになってくると、はい、DeNA の打線は怖いな、うん、そうですね。やっぱ桑原が出た時の得点率っていうのはものすごく高いし、はい、出なかったら得点率が低い、うん、桑原だけではなくて1番候補がいるんだったらやっぱ徹底的に1番、2番候補を育て上げなきゃいかんね、はい、これを全試合使えるぐらいの1、2番になってくると DeNA は多分優勝するよ。おお、来年こそやっと優勝する、はい、ただ桑原がやっぱ前半悪かったりだとかさもたついたりだとかさあとはその楠本を使ったりだとか2番にね海老名を使ったりだとかいろいろはしたけども、うん、やっぱしっかりした固定の2番が欲しいな。うん、そうですね。でヤクルト見てみ塩見が1番から外れることっていうのもまあもちろんあったよ、はい、
コロナでね、うん、5番を打ったりだとかいろいろしたことあるけども、やっぱ塩見が1番にいる、うん、2番山崎がいる、この1、2番というのはものすごいいやらしいでしょ、はい、そういう1、2番いやらしさを作れるかどうかだよね。これは秋季キャンプでどういうことをしていけばいいんですか。やっぱり、ね、あの技術の確率だよね、うん、だから桑原でもいい時と悪い時ってもすぐ分かる、はい、うん、だからそこを安定的なバッティングができるような技術を習得させる、うん、2番誰を持ってくるのか分かんないけども、この2番も固定ができると、俺は来年はオースティンが入ってくる、はい、ね、怪我から明けて、俺はね怖いよ、強力打線になりますね。当たり前だよ、うん、ただ宮崎はちょっと絞った方がいいな、体があれちょっとねブクブクブクなりすぎてきてる、ちょっと重いですか、ね、もうちょっと重い、バッティングは素晴らしいんだけどさ、はい、もう少し絞った方が俺はいいと思う、もうちょっとキレを出すのこれじゃないと怪我につながるから、怖い、そうですね、そうそう、それはあそこの佐野、牧、宮崎、この日本人のクリーンアップっていうのはすごい安定的だしね、みんな3割打つ力持ってるし、はい、でも外がいたり、うん、オースティンがいたりとかすると、これは相手のピッチャーたまんないよ、お前、嫌ですね、うん、だからそこら辺の確率だよな、はい、それと1、2番がもう少し足を使えるといい、あ、はい、それとスペシャリストを作った方がいいな、足のだダイソーに出ても盗塁ができる人が少ないんだよ、うん、確実に盗塁、並木お前日本シリーズで見ためちゃくちゃ、まあ、余裕持ってるお前すごいす、ね、もうちょっとお前長くしてもいいよみたいな、塁間みたいなすごいですね、いやすごいでしょ、はい、ああいうスペシャリストをやっぱ作りたいな、まあ、2人、3人でも1人ないし、まあそうだな、うん、まあ贅沢だよね、2人、うん、まあ、阪神も早いからな、いい、ね、足が、そうですよ、だからああいう選手が控えててくれると使いやすいよね、うん、パーンと差し込めていけるという、はい、だからそういうところをキャンプで誰をピックアップして育てていくのかとか、うん、はい、言葉は悪いかも分かんないけども、パーツを育てなきゃダメだという、うん、DNA はレギュラーはしっかりしてる、はい、その代わり1、2番の固定、それとパーツ、はい、これができたらいいな、うん、いやもう優勝見えますよね、いや優勝するって言ってる、うん、それができたらねできたら、できたら、まあ、でもそうなると秋のキャンプだったりっていうのはすごく重要になってくるってことですね、いや重要になってくるよ、もう春になってしまったらできないわけですもんね、うん、その秋で重点的にやってることっていうのは、そうだね、うん、だからまあ佐野とか宮崎、はい、これはやっぱこう体が太らないようにこうまあ一回絞っとくっていうことだよね、はい、で牧っていうのはもう少しこう技術のでね、あいつまだ少し体力的にはちょっと他の選手と劣るな、プロで何年も飯食ってる選手よりも、はい、やっぱねちょっとバテてる時にね成績がグッと落ちるんだよ、うん、だからここら辺のスタミナ、はい、持久力、まあこういうこともつけなきゃいけないと思ってるんだけども、うん、あとはやっぱオースティン外、うん、まあ外がちょっと今年ねホームランがあまり出なかったけども、まあ来年は外オースティンっていう風に組ますと、はい、これは怖いぞ、そうですね、揃いますね、揃うでしょ、はい、だから他の、まあ、例えば走力だとか、うん、1、2番の固定だとかそのパーツというか、はい、次にレギュラーを狙えるような選手が足を持って出たら走れるぐらいの、うん、そういう選手を育てたらこれは優勝します、断言きましたね、できなかったらちょっと厳しいかもわからない、それができなかったらピッチャーに関しては特にピッチャーに関してはね特にねない、特にない、うん、まあ疲れを取ることだな、あそこなんですね、やっぱ登板方になってる伊勢とかね、はい、特にそうだけど、うん、まあ、山崎康明が抜ける可能性もあるんで、はい、そこらの抑えっていうのもやっぱ危機管理として誰を使うのかっていうことも、まあ、考えとかなきゃいけないけどね、はい、まあ、だけど、まあ、伊勢のこう疲れを抜くとか、うん、まあ、入江も初めての経験だったろうから、うん、そういう疲れを取る、うん、そういうことに徹してほしいな、そうですね、はい、まあ、このね過酷な秋のキャンプ練習、はい、乗り越えて来年またね優勝に向けて頑張っていってほしい、そうそうだ、お前できんでね、頑張ってほしいです、はい。